はい。じゃあ、問い6の問題始めてみましょう。まず、あの問題、トーナメントの問題だね。で、これは、8チームが対戦して、ABCDFGH の順に強い。で、この時、C が3位になる確率。これを求めたいんだけれども、確率を求めるってことは、まず全部で何通りあるか。そして、C が3位になる時が何通りあるか。この2つについて考えていく必要がある。 まずね、全部の通り数。これがね、最初結構苦労するんだけれども、まずこの問題っていうのは、トーナメントの組み合わせを決めるって言ってる。組み合わせっていうのはどういうことかっていうと、試合の順番とかはどうでもよくて、誰、どのチームとどのチームが対戦するか。じゃあね、例えば、こういう対戦表があったとするじゃん。で、今、A と B が戦う、C と D が戦う、EF、GH と行くわけね。で、これは、今、一番左に A と置いてるけれども、 この A と B の場所を入れ替えたとしても、同じ A チーム対 B チームになるわけだから、これは組み合わせは同じと言えるわけよ。そうすると、これね、今、この、A、CD という塊をこっちに持ってきて、第一試合って言えばいいのかなで、A と B をこっちに持ってきて、この A と B が入れ替わったとしても、結局これ全体見比べると組み合わせとしては変わってないってことはわかるかなということは、 今ね、C チームに注目していきたいわけだけども、C チームがここに置いたとしても、ここに置いたとしても、それは同じ組み合わせは作れるわけだから、C チームの場所は1箇所に固定して、残りのチームがどう入っていくかって考えていけば、全通りは決まると思うのね。ということで、こっちね、わかりやすい位置で今、1から8までつけたけれども、この C チームは1の場所に固定して、この2から8に残り、 A, B, D, E, F, G, H。この残り7チームが、ここにどう入っていくかが、全辞書、全通りになるのね。じゃあ、まず、それ考えていくと、じゃあ、一丸一の場所は C で固定ね。そうすると、丸二の場所は H、H っていう風になって、で、このまま樹形図考えていくと、C、A だと、次は、D、D って、まあ、こうなっていくじゃん。 もちろんね、これ全部書いていけばいいんだけど、実際にテストって考えると、それちょっと苦しいと思うので、この樹形図の構造を考えていきたいね。今、ここに1チームあって、これが7通りに分かれてるわけ。で、今、ここで2チーム入ったわけだから、ここに来るのは6通りっていうことになるよね。で、これは全ての場合で同じなわけだから、じゃあ、ここからも6通り、6通り、6通りっていうふうになっていくわけ。 そうすると今じゃあここまでで見ると今のところ何通りっていうと7個のものがそれぞれ6塊ずつになってるわけだからそうすると 7×6 でその次考えるとこれ一つ設定くよね今 7×642 個の今ね通りに分かれてるわけだけどその42個はまたそれぞれ5通り次は4通りっていうふうになっていくよね。 そうすると、7通り、6通り、今これかけたわけだから、次かける5、かける4、かける3、2、1っていうふうにやっていくと、結局ね、全部樹形図書いたとして、通り数数えた場合が、一つのね、かけ算で求めることができるわけ。で、この問題っていうのは、かけ算使って、ちょっと出していこうと思うわけね。じゃあ、それで、 掛け算の形で整理していくと,結局こういうこと、ね、今さここに来るのは C だから C っていう1通りってことじゃんでここはこの7個に分かれたような7通りの可能性があるような7ってことで次は654321ってなってそれを結局かけてやると場合の数が求められるっていうことねつまり それぞれの場所が何通りかっていうのを追っていって、最後にかけてやればいいっていう。そういうことね。で、これがまず、全通り。もちろんこれ計算してもいいけど、確率などでね、分数にした後約分することもあるので、一回このまま置いとくね。じゃあ次に、C が3位になる場合。で、3位ということは、今じゃあここに C がいるわけだけども、まず1回戦。1回戦で負けうると、それは3位は無理だね。ということは、1回戦は、勝利するわけね。 勝利して、この、〇三〇四から勝ち上がってきたチームと戦うわけ。この結果はどうなればいいか。もし、勝ったとしたら、決勝戦になるよね。そうすると、1位、また2位っていうことになるわけ。ということは、3位になりたいから、ここで負ける必要がある。負けると、1位、2位ではない。そうすると、こちら側で負けた、こちら側で負けたってチームがいるわけだけども、 これ問題文を見ると3位決定戦は行わないってあるので1回戦勝って2回戦負ければそれは3位だと言える。ということは C が3位になるためにはまず1回戦は勝つ必要があるわけ。そして2回目に負ける。じゃあ1試合目っていうのはどんなチームと戦えばいいのかっていうことね。そうすると今強い順に ABCDEFGH 左ほど強い。 ということは C より強いのは B と A。じゃあ、1回戦勝つためには、ここに A とか B が来るとまずいわけ。ということは、1回戦目、1試合目は、D から A1 のいずれかのチーム。で、この5チームのいずれかと戦えば、1回戦はまず突破できる。じゃあ、ここでこの2回戦の相手、 それは次は負ける必要があるわけだから C より強いチームがいなきゃいけないわけ。そうすると C より強いのは A と B なわけだから A か B ね。こういうふうになれば順位は3位っていう風になるわけね。じゃあこうなるためには何通りあるかっていうのを考えていきたいわけね。そうすると。 こういうふうにさ、考えていくと思うんだけども、これは全通りね。これ全通りで、じゃあ3位になる場合ね。3位になる場合は、まず、丸一はもう C で決まってて、1通り。じゃあ、まは1試合目の相手ということになるから、じゃあ、5個の可能性があるから、これは5通りっていうふうになるわけよ。ここまで大丈夫かな。で、そうすると、この2試合目に A と B、A または B が来なきゃいけない。 うん。これは、まあ、なんかちょっとイメージしやすく、ちょっと書いておこうか。じゃあ E と戦ったとかで。じゃあこれ勝って、じゃここに A か B が勝ち上がってくるってことは、A か B がいなくてはいけないわけ。両方いなくてもいいわけよ。じゃ何個か書いてみようか。これ A と B だとしたら、これ A が強いからこうやって勝つよね。じゃこれいいよね。A と、 D だとしたらこれもやっぱり A きちゃうよね、まあ、A は結局最強なわけだから A がいれば必ず勝ち上がってくるわけよ。これがさ F と B でも今度これ B 上がってくるからこれでもなんか成り立っちゃいそうでね。そうするとこの丸四っていうのは結構パターンがあるってわかるかなでやっぱり確率っていうのはこれ漏れなくダブりなくっていうところがポイントになるから。 今のはね、ちょっと雑にやると逃しちゃったりとか、重複したりっていうことが起こりうるから、じゃあ、この丸三丸四のところをちょっと丁寧めに調べていこうともね。そうすると、丸三丸四に A か B が少なくとも1位は来なきゃいけない。すると、ここに A が来て、ここが B の場合。これは OK だよね。 もちろん逆も、これも OK ね。あとは A が来て、ここの1回戦で1チーム減ってるから、この DEFGH の5個のうち、何か4チーム。つまり、B でない、B 以外って書いておこうか。B 以外。で、この逆もあって、 あとは B で A 以外 A 以外で B、うん、これで一応ね細かく分けると6個のパターンになるわけだけども、まあ、これをね丁寧に全部書いていけると、ね、合計したら C が3になる通り数になるんじゃないかなただねこれいっぺんにやるよりねこうやって分けていった方が割とねあそこにさ数字入れていくときに当てはめやすいと思うので。 実際やってみるよはいじゃあこのね6パターンについて一つ一つ何通りか出していこうじゃあまずね一番上三が A で四が B の場合一番は C しか来ないので1通りで二番は A と B 以外つまり DEFGH の5通り5通りでこれは A が来るってしたわけだから A という1通り次も B という1通り 1> 1通りでここまで決めればあとは残り4チームあるわけだけどこっちはね何来ても別に関係ないわけだからじゃあ残り4チームあるから4通り3通り2通り1通りじゃこれをかけるっていうふうにしておくわけよ。うんこのままでまあこれ数字そうでもないから計算しちゃおうかじゃ五5二4 2 0の3には6倍でこれまず120通り。 で、これが1つ目のパターンね。じゃこれ,これ1ってしとこうか。ゃこれ1の場合がまず出たわけ。で、じゃあ、この場合。この場合も同じようにいけばいいんだけども、最初ね、ゆっくりゆっくりやって、ちょっと慣れてきたら、あれこれ同じじゃないとか気づくから。で、今度ここ B という1通り、A という1通りってことね。ね、同じことでね、C がいて、 D から H がいて BA ってことね。そするとこれも120通り。でこれが2つ目のパターンってことね。じゃあ今度3つ目。3つ目は A が来て B 以外ね。ここは同じ。で A だから1通り。B 以外っていうことはどういうことかっていうと。 DEFGH の、まあこの5チームのうち、ここで1チーム入ってるわけ。ということは、ここは、1チーム抜けた、どれか。れかつまり、4通りあるね。で、ここまで決まったら、あとは同じ。これは、これも計算しておこう。480。今、じゃあ、これ3番。あとちょっとね。じゃ四4つ目が、 今度は B 以外ととと A そうするとちょっと分かっかてきたんじゃないこれここ変わってるだけだからこれ同じことじゃない。ということはこれも480っていうふうにね分かっちゃう人はこうやっちゃえばいいし、うんうん、ちょっとまだもやっとするなっていう人はこれこうやって書いていけばこれ B 以外で B っていうふうになるので出せるんじゃないかな。じゃ あとは5番、6番ってなるわけだけども。じゃあ5番は B が来て A 以外。そうするとこれも、これとこれが状況同じってことなんだよね。そうすると3と5は同じ。そして4と6も同じってことになるので、じゃああと2つも480が2つであると。でこれが5番、うん、6番。 そうするとじゃあこれ全部足しちゃうと c が3位になる通り数になるで最初に出したこれが全通りじゃあこれで分数にしていけば確率が求まるねじゃあ計算していこう,そうするとじゃこれが全部でじゃこれを足していくんだけどどうしようかじゃこれで600600でしょうか じゃあ 600, 600でこれで12001200とこの2つが960ということは2160ってことかなじゃああとはちょっとずつ約分これごとをでゼ0消しとこうか2166で割って36で試算12で3ということは 7分の3である。っていうふうにやると、まあ C が3位のやつが求まったということだね。まあ結構大変だけど、まあしっかりね、一つ一つの場合を考えていけば求められるかなって思うんだけども。まあとはいえ、ちょっと、ちょっと大変は大変だったかな。もう一つの考え方としては、さっきね、1試合目、2試合目を考えるって言ったけれども、確率を求める場合っていうのは、 今ね、C が3位の場合、対象のものを数えていく。っていうのがもちろん基本になるんだけども、えー、C が3位にならない場合が分かれば、そうじゃない確率が3位になる場合だと。そういうに考えることもできるわけよ、まあ。そういうのを四次章とかって呼んだりするんだけども。そうすると、今、1試合目、2試合目でいくと、さっきの3位になる場合っていうのは、DEFG、 H と当たり A か B と当たるって場合だったけれどもじゃあ3位になれないとしたらどういう場合があるのか一つはこれ2回戦で負けるのが3位になる場合なわけだから3位にならないってことは一つが決勝まで行っちゃう場合もう一つは1回戦で負けちゃう場合ってことになるわけじゃあ決勝まで行く場合はっていうと A と B と当たらずに行けばいいわけだから。 一試合目も、この5チームから当たり、で、二試合目も、この5チームのいずれか。この場合か、これがまず、えっと、決勝まで行ける場合ね。2位になる場合って言えばいいのかな。で、あるいは、一試合目に A か B と当たっちゃう。で、この場合はさ、もうこれ一回戦負けだから、二試合目考える必要ないわけ。じゃこの場合か、この場合。で、あれば、 3位にならないになる。じゃあ、このならない確率っていうのは、こね、それぞれの場所の通り数考えていけば出せるんだけど、実はね、こっちの方がね、ちょっと簡単だったりしたんだよね。この場合ね、この場合は、まずここは1通り。で、ここは B から H まで5通りのうち1つだから、まず5通り。今、1試合目でこれ5個のうち1つ削られましたよ。じゃあ、 次ね、3とか4も、この5個のうち、3も4も、このいずれかにならなきゃいけないわけじゃん。っていうことは、今5個あって1つ減ったから4通り、もう1つ減ったから3通り。で、残り4箇所は、4チームで何でもいいので、こうね。じゃ、これで、この通り数はもう出ちゃったわけ。じゃ、今度こっちね。こっちは、 1>, 1試合目が一通りあ丸一がね一が一通りで二は A か B なわけだから二通りなわけよじゃこれでもう1回戦負け確定なわけだからあとこの6か所は何でもいいってことになるじゃんこういうことになるわけねじゃあこれとこれの和が C が3位にならない場合になるわけじゃんじゃ C が3にならない確率として出すと、じゃあこれとこれをまた足していく。さっきみたいにひとまず計算でもいいし、ちょっと工夫してみようか。この2つで共通しているのが、5432。543、ちょっと離れて2。で c 3 12, 2 262。これはなんと同じなんだね。これ上と下。っていうことは、1個やって、それの2倍でいいんじゃないそうすると、 じゃあこの上ので使うか上の1はさ関係ないから取っちゃうよじゃあこれの2倍765432としとこうかじゃあこれは3位にならない確率なわけだからじゃあ知りたいのはなる確率だから確率はね全事象で1になるからこれを計算すればいいはずっていうね じゃあ約分すると掛け算の形だとね約分しやすいからね。五四三二五四三二こうかで三二が六のロということは一引く七分の四でやっぱり七分の三になるね。はいそれでは問い六のイ、e、の問題これは国名と、えー、輸出品を選択するという組み合わせの問題だったね。 まず、えー、1番のこの P から R に入る国名なんだけどでこれは本文中にいろいろヒントがあるので拾っていこう、えー、まずニカラグは、これは今も経済が低迷しているというふうにあるので1人当たり国民総所得が低い次にコサリカでこれはページの下の方に、えー、バナナやパイナップルの栽培が盛んというふうに書いてあるので P、えー、パナマは残った R ということで組み合わせば5番が適切だね 次に二番。でこれは今度 X から Z の輸出品目。括弧一でもう国名が分かったので、まず X はコスタリカ。でコスタリカは果物より医療用機器の方が多く輸出されていると書いてあるので、えー、それに該当するのは精密機械だね。で次に Z のパナマ。でパナマも鉱山、えー、採掘が盛んになっていると書いてあるので、これにあたまるのが銅鉱。でこの組み合わせは四が適切なので、五番と四番。 でこの問いは、えー、両方あって丸になるよ。次にウの記述の問題だね。パナマ運河が可能にしたこと。でこの地図を見て、えー、まずわかるように、えー、アメリカ大陸は東が大西洋でえっ、ー、と西がこの太平洋だねに囲まれているわけだけど、えー、仮に大西洋側から太平洋側に荷物を持ち込みたいという時にまあおそらく陸路であればこの まあ大陸横断鉄道とかを使ってまあ送ればいいんだけどまあ重いものとか大量のものを送るとまあ船の方が便利だよね。なんだけれどもこれパナマ運河がない状態だった場合こういうふうに行く必要があるよね。ただこのの場合まず単純にに距離が長いでさらに南アメリカ大陸の 南の方ってさあのもうマゼラン海峡みたいな難所とかあと南極大陸との間にあるドレーク海峡とかもう流氷とかでさあって危ないんだよね。っていう距離とか安全面で考えるとここにパナマ運河があったらかなり楽になるよね。ということでパナマ運河があることによって南アメリカ大陸を回らずに 大西洋と太平洋をまあ短く安全に行き来することが可能になるわけだということでアメリカのこのパナマ運河の経済的なメリットというのはこういうことだね大西洋と太平洋を結んでまあ物流を短縮することが可能になるということだねまあこれはステップが作成している回答の一例になるよはいじゃあ絵の問題やってみようまず絵の問題は ちょっとね、文字が多くてね、言ってることをまず解釈していくことが大事だね。資料の部分を見ると、個体の総数が N ってことね。で、種類数が S 種類である生物集団があるってことね。だから総数だから、まあ、生物だからまあ N 引きなのか、まあ、N 体ってしとこうか。N 体いて、S 種類。で、 1>, 1種類目の個体数が N12 種類目の個体数を N2 ってしていって多様度指数を D とすると D がこんな式で表されるよと。でまず最初 A の部分っていうのかな問われているのがある生物集団から1個体を取り出し元に戻した後再び1個体を取り出した時それらが何とか種類となる確率。 それが、この括弧の中身。つまり、こっちで言うと、この部分かな ?1- 以外の部分。これを表していると。だから、これは確率なんだってことを言ってるわけね。ということは、確率ということは、この分母が、この思考、これは、ここかな ?1 個体を取り出し、元に戻した後、再び取り出した時の全通りを分母が表していて、で、分子が、 それらが四角種類とななるる通り数を表しているっていいっうことなわけねただこれ文字がいっぱいあるからこれ文章だけ読んでるとちょっとイメージが取りづらいっていうかうん一体何のことだっていう風になっちゃうと思うのでちょっとねまあ自分で読んで整理しながらうんなんか図にしてみるとかあるいは具体的な例にしてみるとなんかイメージ持ちやすいかもしれない。今ね一応図で言うとさ N 個体あって、なんか、この中、ま、その N 匹、N 体、いて、S 種類、いるわけね。で、だ A という生物がいて、B という生物がいて、っていう、こういうことね。で、この、A という生物が、N1 個っていうのかな ?N1 匹っていうのかないると。で、B という生物が、N2 匹いるっていうことなんだけども、 うん、で全部文字だとちょっとイメージしづらいのでこういう時はちょっと具体的にするで具体的にしてちょっとイメージ取ってちょっと式の意味を解釈していく具体的なやつとまあ一般的抽象的っていうのかなそれとちょっと行ったり来たりして解釈していくとこの資料っていうのは、ね、結構複雑でも少しずつ読み解けていきてると思うんだよね例えば、えー、あんまり大きいとさやりづらいから6個体とか少なめにしといて6個体3種類そうするとまあ これね、6体の生き物がいて、で、A、B、C、だからこれで3種類とね。全部で6個にならなきゃいけないので、3、2、1、全部で6匹っていうかね、6体っていうのしといたよ。じゃあ、これで、まずじゃあこのこと考えてみようよ。まず1個体を取り出すわけよ。じゃあね、ここから、まずね、1個体取り出すっていうことは、 A3 つ B2 つ C1 つあるわけだからこのね3つ2つ1つここから1つ取り出すからまず6通りの可能性があるそして元に戻したわけだからまたこの状態になるわけだよねでそこから再び1個体を取り出しているわけだからまた同じそうするとこの表のマスの数が通り数になるはずだよねそうするとこれであればそう 6×6 の36通りなわけで今 N 個体だよって話なわけ そうすると n×n だから n2 乗であると。それがこれの分母の意味になってるね。じゃあこの分子は何を意味しているのかというと今これだとここは a と a ここは a と aa a と aa と b そういうことだよね。1回目2回目で。で今さここで出したいのはこれ選択肢を見ると同じか違うかを出したいわけよそうすると同じというのは ここであったりとかねこれ,これ A と A ねとかこことかここなわけねで違うっていうのはそれ以外の部分を指しているわけよそうすると最初のこの n の2乗っていうのは1種類目の生物の個数を2乗しているってことだよねということはこれで言うと今1種類目の生物この例で言うと3ね そうするとあの通り当てはまるとこれは3の2乗ってということになるわけよ。そうするとそれはどこを指しているのかっていうとこの部分じゃない ?3×3、ね。そうやって見ていくと2種類目 2×2 ここだねっていうことになるわけ。っていうことはこれはそう1回目も N1 個の中から取り2回目も N1 個の中から取ったっていうことだから同じのを取ってるねってことを表してると。そういうふうに気づけるとまずこのあの部分は同じっていうふうに。 埋めるることができるじゃあその次が「い」なわけだけども「い」イはこの「d イコール1イ、e、で条件が n1n2ns までが同じであるって言ってるわけね。今これは321だけどもそれが222とかそういうふうになるっていうことね。でそうすると「d=1=" イコール1になってるからこの部分がもう少しシンプルになるね」ってこと。 問題条件を見てみると、N1 イコール、N2 イコールで、こういう条件が与えられている。で、この部分をもう少し簡単にしたいっていうことは、あ、これ一つ一つが同じなんだっていうことは気づけるんじゃないかな。なので、N1 以上、N1 以上、N1 以上みたいにね、例えば、してあげればいいわけじゃん。じゃあ、ここまでは、何種類あるのかというと、そう、これが S 種類なわけよ。 じゃあ、ね、もう少し簡単に考えていくと1引く n 乗分の n1 の二乗をかけるこれってことになるじゃん。そうするとね今これ s 種類やるわけだから n1 の二乗をかける s っていうことでまずこういうふうにできるよね。で選択肢は s 分の1か s 乗分の1か 2s 分の1だからそうすると この辺ね、n1 とか n とかっていうのがなくならなきゃいけないわけね。じゃあ、あとは、この n っていうのは何か表してるものあるかなっていうと、これは個体の総数なわけ。3、2、1合わせて6なわけよ。つまり、この large n というのは、個々の種類の個体数っていうのかなそれの合計ってことになるわけ。で、 今使える状況はこれなわけじゃんそうするとこの式ねこの式の n も今のこれと同じ考え方 n1 が s2 あるわけじゃんそしたら s×n1 ってできるわけじゃあこれでここに当てはめてみるよそうすると1引く ln の2乗ってことはこれの2乗ねじゃあ s2 乗 n1 の 2乗で分子そのまんますると N 1の2乗が約分されてで、S も1つ約分されるので1引く S 分の1だるとそうするとさっきのことと合わせて正しい選択肢は1番ってことになるねはいじゃあ A の2の方やってみよう A の2はモデル1モデル2モデル3っていうのがあってこのモデルを見て、えー A から C のうち正しいものを選びなさいっていうことだねじゃあモデル1見てみるとこの丸とか四角とか三角っていうのがその生き物を表してるのかな今分かることは丸が2個2体っていうのかな四角が2体三角が2体全部で6体ってことねもちろんささっき使ったさこういうのとさ関連付けて解いていくわけだから今分かってることは総数が6体で種類が 丸四角三角三の3種類あるとでそれぞれの個体数が2体ずつだよっていうこういうことね。じゃあ同じようにさモデル2モデル3も整理していくと N が1234567899体かな。で種類は3種類。でそれぞれが333だね。モデル3を見ると今度は4種類の生物ね。 総数が123456788体の4種類それぞれは星が多いね星が5個であと,あとは1体ずつこういう状況ねじゃあこれに基づいて ABC を順番に検討していこうまず A はモデル1とモデル2ではこれとこれね多様性の高さは同じである じゃあ、多様性の高さは何で測るかっていうと、それがさっきの D だったわけだよね。なので、多様性の高さが同じであるならば D が同じ。じゃあ、D の値をこの材料を使って出していけばいいわけ。で、これに当てはめるか、これ全部ね。これに当てはめるか、これを使うかなんでね。今回さ、ほら、これってどういう場合だったか思い出して。これは、N1 イコール N2 イコール NS。 ここの個体数が同じ場合は、こっちなわけよ。こっちでもいいよってことなそうすると、ほら、これ、2、2, 2、2だからさ、ここの個体数同じだよね。そうすると、ちょっとあれ長いから、こっちの方がこれ得だねって気づけると、ちょっと時間短縮になる。でも、別に気づかなくても、あれに入れても、別に答えは出る。で、今は同じだから、こっちでね、ちょっと楽していくこともない。そしたら、D は1、1引く S が3だから、3分の1で、 分のでモデル2もモデルにもこれ333だからこれもこっちが使えるわけよ。そうすると d 一引く S が3だから3分の1で3分の2。じゃあ共に3分の2になったので多様性の高さは同じであるこの A は正しいと言えるね。じゃあ次に B の選択肢を検討していくと。 1> 1よりも3の方がが多様性が高いそうすると1のね多様性出してるから3の D を出せばいいわけない、ね、今度1115だから今度はちょっとこっち無理でこっちでいかなきゃいけないそうすると D は1引くでまず分母が LargeN2 乗 LargeN がこれ864分の で分子はこれかな？個々の個体数、これを二乗して足せばいいと。二乗しながらいくね。一足す一足す一足す五五二十五。すると一引く六十四分の全部足すと二十八四で約分かな？十六分の七。ということは。 1く1 6分の7になるので3モデル3の D は16分の9であるっていうことになるで B の文章は1よりも3の方が高いかどうかね3分の2と16分の9で16分の9の方が高いかどうかっていうことねなんでまあ割ってもいいしえー これだとぐらいでこれだと 9÷9÷160.5 いくつだね。じゃあこの時点でこちらがちっちゃいから丸3の方が高いは誤りっていうことになるね。でもいいしまあ大小だから、まあ、あれでもいいよあの分母揃えて分子が大きいかちっちゃいかとかね48分のとかすればいいんじゃない16倍して48分の 32こっちは3倍して48分の27こっちの方がいいかなそうするとこっちの方がちっちゃいからダメだねっていうことね。っていうふうに分かればいいんだねまあ意味からいくとさ多分これさこういうこと言いたいんだと思うんだけど問題は特に上だよね全然これでいいんだけど、うん、要するにさ多様性っていうのはさこれもそうだけどさ一つ選んで戻してもう一つ選んだ時にね同じにならないっていことなわけでしょ。 同じにならないほど多様性が高いわけだからこれってさ星ばっかあるわけだからさこれ同じになりそうじゃんだからこっちの方が多様性が低いんだよっていうことをこの数値は言いたいわけよまあこれは B ね大丈夫ねじゃあそしたら最後が C のやつ2つの生物集団を比較したときに個体の総数と種類数がそれぞれ同じ つまり2つの生物集団じゃあこれなんかこれで見てみようかじゃあ1とか2とか見てみようかじゃあこれ2つの生物集団ねで個体の総数個体の総数ってージエヌ n でねラージエヌ n が同じそして種類数この s も同じであれば多様性の高さは等しいこれが○か×かっていう話なわけだけどもこれ s 同じだけどこれ n 違うよね nn 同じのないから そうすると、じゃこの C を確かめるためには同じの一個作る必要があるわけよ。じゃあ1ちょっと残しておこうか。じゃあこれと同じでモデル4みたいな考えて、n が6で s が3になるやつを何か一つね設定してあげて、それでね C が正しいかどうかまず検討していきましょう。 そうすると、まず6個体3種類であればいいわけね。じゃあまあ3種類、まあ、こんな風にしておくと、これが合わせて6になればいいな。今こっちは222だったわけだけども、ここさえ揃ってればさ、別にこの個々の数字はさ、同じである必要はないので、ね、今比較したいわけだから、例えば6個になるように変えると、123とかね、こんなうにしたら。これであればラ、ラージ、エーの同じ、S 同じだから、 二つの生物集団で個体の総数と種類数がそれぞれ同じになるよね。じゃあ、その時に D がこれになれば正しいし、ならなければ誤り。じゃあ D を出していこう。すると、これも、まあこれも個々が違うから、こっちの、ラージ N 二乗分のの方ね。それでいくと、6636分の。で、これ二乗して1。 これ2乗して4これを2乗して9すると36分の1436分の14は18分の7イコール18分のこれ11になるねそうするとこれはもう明らかに違うので C は誤りであるとはいじゃあ問イ最後ク O の問題やってみましょう O の問題は細胞についての問題ねまず先にね 選択肢見ておくと、これ結局ね、何が分かればいいかっていうと、ね、全部で発択になってるけども、細胞壁と細胞膜で、それぞれが水は通すのか通さないのか、砂糖分子は通すのか通さないのか。で、それを、このウェブサイトっていうところの資料をもとに判断していきたいっていう、そういう問題ね。ウェブサイトのところの資料を読んで確認しながら、図の状況っていうのがどういう意味なのかっていうのを解釈していこうと思うわけ。 まず見ていくと大金ダムの植物細胞を観察する際高濃度の砂糖水をかけると細胞質が小さくなりそれがこの状況ね砂糖水をかけると細胞質が小さくなり球状の構造として観察されるこれのこと言ってんのかなおそらく球状の構造これを原型質分離という そこへ蒸留水をかけて観察すると細胞質は大きくなるこれを原型質復帰というこういう状況ね。でそうするとこういうことねこれ復帰したってことはさそもそも細胞ってこういう状態になるわけよ。でそれが砂糖水をかけるとこうなりで蒸留水をかけると戻るっていうそういうことが起きてるよっていうのが今この部分の文章。 で続き見るとこれらは浸透という現象によって生じる浸透とは半透膜溶媒分子は通すが溶質分子は通さない膜を介して濃度の異なる2つの溶液が接すると溶媒が濃度の低い方から高い方へ移動する現象である野菜の長期保存のために行う塩漬けや砂糖漬けの際に野菜の水分が抜けるのも同様の原理である。 うん、ちょっとねこの後ろの部分ねちょっとここはややこしいのでここをね丁寧に解釈し,していく必要があるかなまずこの浸透っていう現象は溶媒溶質っていう言葉が出てきたけれども今砂糖水をかけた時って言ってるわけだから砂糖水にとっての溶媒溶質っていうのは何なのか今これは水に砂糖が溶けた水溶液っていうことなわけだから溶媒が水で溶質が 砂糖なわけ、ね、この浸透とは溶媒分子は通すが溶質分子は通さない膜って書いてあるわけ。ということは言い換えると溶媒分子は通すかってことは水は通すが砂糖は通さない膜それが半透膜だって言ってるわけね。そうすると濃度の異なる2つの溶液が接すると濃度が異なる濃い薄いと考えようか濃い薄い。 二つの液が接すると、溶媒が水なって言い換えるか水が濃度の低い方から高い方へ移動する。つまり、こういうことね。今、半透膜っていうのがあったとして、こう、ビーカーに濃い水溶液の中に、半透膜で包まれた薄い水溶液があるってこと。で、濃いということは、つまり溶質が多いってことじゃん、濃いって。このさ、この、これ、これ溶質したら、これが濃いから、こう、いっぱいあるわけね。 で、こっち薄いから、まあ、若干あれって、こういう状況ね。で、こういう状況の時に、溶媒が、水が濃度の低い方から高い方。低い方っていうのは、つまり薄い方ってことでね、薄い方から濃い方へ水が移動しますよ。これが浸透ですよっていう説明になってるわけよ。一応ま、しっかり読んでいけば一応解けるんだけど、もしさ、これさ、この膜がさ、もう何でも通すとかさ、あるいはさ、枠がなければ、 通常さ濃度って均一になろうとするわけだからさこの濃い方の粒子が薄い方っていうかさ、ま、って全体的に均一になるはずじゃん。ただこの半透膜っていうのはさこの溶質を通すことができないわけ。だからこれがさ入ってこれないわけよ中に。でも濃度は同じにしようっていう作用が働くんだろうね。そうするとこれさこの粒は得られなくても水減らせば濃さとしてはこれこっち濃くなるじゃん。 で、こっち、外行ったら、ね、濃いけど、水が増えたらそれで薄まるじゃん。それで2つの濃度が近づいていくよっていう、そういう現象ですよって、まあ話なわけね、これ。で、今この文章から一応解釈したいことは、この薄い方から濃い方へ、水が出ていってるんだ。で、そうすると水が出ていったら、ね、この全部の体積が減るわけだから、そうするとこれは縮んでいると。縮んでいるっていうのは、 水が出ていったっていう風に読み取りたいってことでそれが最後にねもう一個これ裏付けに一応なってて最後塩漬けや砂糖漬けの際に水分が抜けるって書いてあるよね水分が抜けるっていうのは出ていくっていうことなわけじゃんで今最初も高濃度の砂糖水をかけるだからさ ね、高濃度の砂糖水かけるとさ砂糖漬けってさほぼ同義のことを言ってるわけだからそうすると砂糖をかけると水分が抜けた結果こうなったっていうふうに読み取りたいわけじゃあ今さこれが縮まっているのは何の原因かって言ったらそしたら水分が抜けるってことで一応わかるじゃんこれで。っていうことは今ねこの部分これはさ細胞膜なわけだから細胞膜っていうのは要するにこれと同じ現象が起きてるよってことなわけ。っていうことは 細胞膜はまず半透膜であるっていうふうに言えるわけね。そうすると、今なんか通す通さない知りたいんだっけ通す通さない知りたいから、ら細胞膜については半透膜だって分かったわけだから、水は通すが砂糖は通さないっていうところまで来たわけよ。で、じゃああとは細胞壁についてはどうなんだろうっていうことね。うん、っていうのは、ここからさ、まあ水が抜けたのは分かったと。で、水は抜けたわけだけども、 その細胞壁はね、どうなのっていうのはさ、もう少し検討する必要が本当あるわけよ。これね、両方を通さないっていうのは選択肢にあったけど、まずね、それはまず絶対ないわけ。だって、両方を通さなかったら、まずさ、これ、これ、ブロックされてるわけでしょで、そうすると、ここ、浸透とは、半透膜を介して、介して、濃度の異なる2つの溶液が接してなきゃいけないわけ。今、これってさ、これが半透膜でしょ 半透膜を境目にして濃いと薄いが接してなきゃいけないわけじゃん。もしさ、これが、細胞壁がさ、何も通さないんだとしたら、要するにイメージとしては、プラスチックみたいにたさ、こうやって囲まれてるみたいな状況だとしたら、細胞膜があって、ここに細胞壁があって、ここに濃い砂糖水があったらさ、半透膜を介してないじゃん。つまり、要するに触れてないじゃん、二つの溶液は。 細胞膜を境にしてだから何にも通さないっていうのはまずありえないわけよ細胞壁はねじゃあ細胞壁が要するに半透膜だったらどうだってこと一応これ半透膜半透膜だからまあ一応返してるっちゃ返してるになるじゃんその場合はでただそうするとじゃあ今じゃあここ水がここまで出ましたと来た時に周りが濃いわけだよねで周りが濃くてここが薄いっていう状態だったらここからさらに出るってことになるでしょ細胞壁から そうすると、細胞壁も水が抜けて縮んでいくっていう結果が起きなきゃおかしいわけじゃん。ただ、細胞壁はそのままになっているわけだから、そうすると、細胞壁は半糖膜っていうことはないと。で、そうすると、この細胞膜が周りの砂糖水と接するためには、砂糖水が中に入ってきてなきゃいけないわけだから、細胞壁を通って、細胞膜を 境目として砂糖水細胞の中の細胞質っていうのかなっていう状況にならなきゃいけないのでじゃあそのためには細胞壁はどちらも通ってこなきゃいけないと。ということは細胞壁は両方通すっていうことになるから、はい、この条件を満たす選択肢を選んでやると1と7なのかなっていうことになるね。